皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月30日、20時51分、まあ、だいぶ日付は遅れましたけども、大野里関でしたでしょうか、石川県出身の方ですね、大関に、まあ、この間優勝して、昇進したということで、まずはおめでとうございますと、これ自分でも言ってたことを忘れてたんですけども、その、まあ、石川県能登半島があって、まあ、石川県出身の方がというところで、まあ、言った後もしくは心の声で送った後、まあ、自分でも忘れていて、まあ、プロ野球の試合が始まる時間帯、大体ナイターが18時からじゃないですか。で、まあ、その前に、まあ、相撲の試合があってと。なんでプロ野球の時間帯まだ始まってないのに、 J リーグの試合もないのになんで頭の中取られるんやろうと、まあ、家の中で、まあ、普通にこう過ごしながら、頭の中、まあ、今もどっかに行ってるんですけどもあんまりこれ言うと、笑い話みたいになってしまうんですけども、もうスポーツの、そのスポーツってワード出しただけで、もう僕の場合頭なんか取られるんですよ。だから裁判の時間帯とか、メジャーリーグって大体日本時間で14時くらいになったら、まあ、全ての試合は、まあ、まず終わってます。延長戦とかで長引いたり、大量得点とかで長引いたら、14時回っていても試合が行われてる時がたまにあったりとかするんですけども、まあ、かなりいろんなところを、に影響がありまして、本当ね、裁判の時間帯も本当14時から設定したかったんですけども、まあ、まあまあなかなか、この間その大野里関で名前合ってたと思うんですけども、これ後で調べてみて名前間違ったらごめんなさいね、本当に優勝してた時のその映像、ニュースで流れた時に未来の時間軸からも頭の中こう自動で行っていたりとか、足の力自動で行っていたりとか、足の力の方は大谷翔平選手の盗塁の方なんですけども、まあ、あれももともと僕はもともと言ってるんですよ。そのたくさんホームラン打つには相手ピッチャーがこう簡単にフォアボールとか出したら困る状態を作らなければならない。要するに足の速い選手になっていれば、フォアボールなどで出してしまった場合、一塁ランナーとして次セカンド行かれてしまうと、だからあとはワンヒットで1点取られてしまうっていう状況は、ほぼほぼそのワンヒットで1点取られてしまうという状況が作られるので、まあ、それでまあ勝負しやすい環境だとか、まあ、そういうような内容をまあ考慮して、まあ、去年ぐらいの頃からそれは大谷翔平選手へのメッセージで送っていて、まあまあそういうふうな形でまあチャレンジしてたんですけども、まあその未来の時間軸がまだ頭なんか取られるんちゃうかとか思ってる。もうこれね、これね、まあ例えば今年もそうだったんですけども、まあメジャーリーグに行ってる今永投手、カブスだったと思うんですけども、まあ鈴木誠也選手も行ってますけども、カブスに。今永選手が投げてる時に未来の時間軸から頭の供給を意図的にしようとしたりしたら、意図的じゃなかった時もそうなのかどうかちょっと僕もよくわからないんですけども、その時間帯起こされるんですよ。で、頭の中その時間帯も取られてる可能性があると。で、まあ、あんまりそのスポーツの勝ち負けの選手に、まあ、僕の場合はものすごい数関わりすぎてる方なので、それで、ね、その優勝祝いのところついつい怖くなって逃げて、ちょっとテレビの電源オフしとこう本当に。まあ、ただしね、一つだけいいところがあるんですよ。阪神タイガースの試合とか、J リーグの試合とかでもそうなんですけども、スポーツの勝ち負け画面を見て取り込んでる時の状態で、まあ、その日天の神様への安全のお祈りをしていて、あと自分が怒ってない日、
選手が大怪我することまずありません。で、まあ、これは知ってるスポーツの危険度にもよるんですけども、まあ、プロ野球に関してはまず怪我はないんですよ。怪我らしい怪我が。で、まあ、多少デッドボールとか発生したりとかするんですけども、腕につけてるレガースのところとか、まあ、ごくたまに、生身の部分のところにデッドボールとか発生してる時があるんですが、まあ、その骨折者とかは出てないです。だから、まあ、例えば、ボクシングに関して、天の神様への安全のお祈りをしてます。で、まあ、この間の井上尚弥選手の試合で、その前に前座の試合で平岡選手や、他の方の試合があったんですけども、例えば晴山整骨院から車のドアの音バタンっていう音されて一瞬つながられる。で、選手と僕がつながってる状態でその人たちにつながられると、あの車の音バタンの人たちはもう完全にまず気抜いてるんですよ。人の家の前とかで車のドアとか大きな音を鳴らしてたら、今まで叱られた経験ある人は結構いると思うんです。だから車のドアは住宅地内とかでもそろっと閉めなきゃならないとか、もともと教習所とかでもそう習ってるはずなんですよ。だからそういうふうな部分とかあって、そういう事態に何が発生するかって言ったら、まぶたの上カットしたりだとか。これはまあ日本人が日本人の人に対して、まあ、向こうの晴山整骨院の場合は迷惑防止条例違反であると。で、まあ、一番ひどかった時は0時00でも、人が出入りしてる夜中ですよ。だからもうそれに関しては完全に脱法行為であって、まあ、1回2003年に建物解体してるんですけども、まあ、その時阪神タイガース優勝してるんですよ。だからここは兵庫県だから、あれ建てられたらそれだけでも不利になる。で、あれは整骨院でもう少し向こうの方を歩いていったらもう一つあるんですけども、駐車場のないところ、まあ、そこを、まあ、もう出入り禁止でコンクリートで入り口固められてるんですよ。で、本当はもともとその2003年に建物解体された時のそこの晴山整骨院も入り口2000年ぐらいの頃にはバッテンで、木のこれぐらいの分厚い木が長横幅これぐらいでこうバッテンで入り口誰も入られんように打ち付けられて、あとはまあどこが費用を出したのかわからないんですけど、2003年建物が解体されてるんですよ。で、まあそこで阪神タイガースが優勝してると。まあいろいろコンピューターが今の社会では、ずいぶん前からですけども関わっていて、まあスポーツの勝ち負けだとか頭の差配とか行われていると。で、まあ僕としてはまあ、能登半島の被災者の方たちだとか、まあ、そういうふうな形で、スポーツの勝ち負け、まあ、誰が勝つべきかっていうところ、まあ、自分の頭の中の供給先だとか、まあ、そういうふうなところで、まあ、大義名分があるかどうかだと思うんですよ。まあ、プロ野球の方は第二次世界大戦の後、パリーグ、セリーグ、6球団ずつありますけども、優勝回数を、揃えると、その後のカウントで。で、それをしなかったら、まあ、昔の、勝ちすぎてる球団が、まあ、両リーグ、ありますけども、まあ、そこにばっかりお金が流れてしまうと、今度はそのお金を、また余計なものを作ってしまうっていう形で悪循環になってしまうんです、社会が。まあ、エネルギーの残存量もね、これがメインですから。だからまあ、そういう部分もあって、一つ今後自分の人生のどう生きていくかのところで、僕みたいになる可能性っていうのは非常に高いんですよ。何か言ってしまうことによって。で、あとはサッカー選手なんですけど、例えば海外に行った岡崎慎司選手、この間僕の横を女性と一緒に歩いて通り過ぎていったんですけど、まあその時は岡崎慎司選手って分からなかったんですよ。この間確か今年引退したと思うんですけど、日本の方に戻ってきて、で顔を見る限りは寝不足の状態だったんですね。だから地球の裏側の方の確かイギリスの方かな、あの辺りのクラブチームに一時期行って、ずっと最下位とかに低迷していた、下位に低迷していた球団を優勝させるっていうところに、まあ彼は貢献したと。
まあ、ちょうどその頃は松山英樹選手を世界ナンバーワン、世界ランキング1位だとか、ゴルフの方なんですけども、しようとしたりだとか、錦織圭選手だとか、まあ、夜中の時間帯とか起きていて、勝ち負けに取り組んでいたりだとか、まあ、そういう風な状態で、もともと女子ゴルフの海外メジャーもそうなんですよ。宮里藍選手だとか、僕は夜中とか対応とかして、勝てたりだとか、まあ、競馬とかもそういうケースが多いです。で、まあ、競馬界では何があったかっていうと、例えば、武豊さんももともと1997年、8年ぐらいの頃、神戸市立ホテルフルーツフラワーパーク勤務地に会って話とかしたりしてるんですね。で、僕と同い年だった福永祐一っていう騎手がいるんですけども、彼も多分、フルーツフラワーパークに働きに来たか、僕に会いに来て話してる。で、彼のその、嫁さんの方も、まあ、アナウンサーで、多分、淡井圭介と会ったことのある人物なんですけども、天の神様への安全のお祈りをしていたとしても、その、競馬のある日、すごく怒ってしまうとどうなるかっていうと、落馬とか発生してるんですよ。で、僕と会ったことのある人が落馬してるんですよ。まあ、めったに僕は怒ることないんですけども、だからそれ、はっきりと分かるから、だから、それはもう、これもう百発百中で、これもう、まず間違いないなっていうことが分かったときに、まあ、さっきの晴山整骨院の件のときに、その、車のドアバタンとされたときに、日本人選手、まぶたの上がカットされたりだとか、そういうふうな、事態が発生してるっていうところ、まあ、コンピューターの稼働の仕方もあるんでしょうけども、人間の、その、日々してきた行動って、中身様への安全のお祈りだとか、まあ、あそこに集まっている人たちは、まずしてない人たちが多いでしょう。で、そういう人たちが切り抜いて、そうなると、一瞬つながるから、その選手も一瞬、自分の気持ちだけではなく、ちょっとだけ気が抜けた状態になる、なってる可能性が非常に高い。だから、これは、大相撲とかでもそういう部分が見受けられるかもしれません。だから、いろいろ難しいんですよ。だから大相撲とか見ていて、その、全く怪我が、その大きな怪我がないような状態で、まあ、これボクシングで例えると、その、ある程度パンチでも、その、ガードしても、ある程度痛いものは痛いですから、全く痛くない状態っていうものを作るのは、これは不可能なことであって、それは物理的法則も神様が作った法則ですから。だからまあ、安全性の部分については、まあ、僕はテレビを見てる時で、勝ち負けに取り組んでる時であるのであれば、まあ、相撲界の人たちも、そう、まず大怪我はないんじゃないかなとは思います。まあ、もともと、ある程度、部分的に、こう、痛めてる箇所があってとか、まあ、そうなってきたら、確率とか変わってくるとは思うんですけども。まあ、とにもかくにも、まあ、ちょっとね、その名前が間違えてるか間違えてないか、それ、一時気になるんですよ。大野里関で会ってたと思うんですけども、大関昇進おめでとうございますと。先に調べといてからと。撮影したらよかったっていう。もうね、僕もだんだん毎回毎回こう撮影してると、こういうふうにちょっと、ずさんになってしまうというか、もうこれ、スポーツの数多すぎるんですよ、本当に。本当に。まあ、もう日々 この春から秋にかけてのペナントレースとかだけでもものすごく熱いし、あとそれプラス J リーグ、それプラスフィファワールドカップ野球界もいろいろある世界戦で、プレミアだとかワールドベースボールクラシックだとか、柔道から陸上からボクシングの世界チャンピオン、これもともとボクシングの世界チャンピオンもこんなにたくさんいなかったんですよ、日本人の人たち。インターネットで検索してもらったら分かると思うんですけども、これは試合終わってから検索してもらった方がいいです。インターネットでその日何かを検索したときに、その業界とつながってしまうんですね、一瞬。で、それありきでその日一日が経過していくので、影響を受けます。で、例えば、お笑い芸人の人たちが出てるようなものだとか、そういったものにアクセスすると、今ももう体の力抜けたんですけども、もうそれだけそうなるんですよ。
その業界の人たちは笑わすのが仕事であって、あの目の前のお客さんが笑ってる自分もちょっと面白くなったりする時が多々ある。どちらかというと気が抜けてる時が多い職業の人なんですよ。だからそういうところにアクセスしてしまうと自分の体に溜め込まれていた力が抜けるから、それはボクシングに例えると、ボクシングは気を抜けるようなスポーツじゃないんですけども、そこは怪我云々の世界があるんで、そのインターネットでつながってしまった場合、その時何がどうなるかちょっと理解がしにくい部分があるんですよ。それによってケア云々とかそういったところにつながってしまう可能性っていうのもあったりだとか、まあ、その時にコンピューターからどういうふうなことが聞こえてきてるのかわからないですけども、相撲でもやたらとこう張り手にこだわってる試合とか見受けられましたので、なんかこうちょっと見ていてボクシングが混ざってるんじゃないかなとか、こう何か聞こえてきてそういうふうな判断をしてるのか何なのか、まあその辺のところもあるので、まあ試合が終わった日だとか、まあ練習が終わった後だとか、まあ絶対この後つながっても安全だっていう時に確認してもらったらいいんですけど、歴代の日本人のその世界チャンピオンっていうワード、そういうワードでよかったと思うんですけども、それでまあ歴代の日本人の世界チャンピオン防衛回数が出てきます。でほとんどの人は1回世界チャンピオンになっても0回で、昔の人たちはほとんど連続防衛とかできてなかったんですよ。で複数階級とか制覇って昔はなかったんですけども、まあ大体1996年7年8年フルズラパークで勤務し始めた時に、まあ、物事が大きく、変わってきたと。僕の方でもボクシングの世界戦に関しては取り組んでる試合にが圧倒的に多いです。で、一時多かった時日本人の世界チャンピオンの数が13人ぐらいいました。まあ階級はいろいろありますし、4団体ほどありますけれども、まあまあもともと日本人の人って世界中でこう活躍しなかったんですよ。世界ナンバーワンになれることがまずなかった。でそういった中で、まあアメリカの人たちの方が多分スポーツの勝ち負けに関しては最初たけてたと思うんですけど、コンピューターありき でコンピューターに関する特許ってアメリカが一番たくさん持ってるんですよ。だからその辺のところとか頭の行き先とか、どういうふうなワードを用いるべきか、これはプラス法律とかも組み合わせなかったら何がどうなるかっていうところが分かりづらいところと、あと頭の中の供給量をどうやって、大きく相手に渡すかっていうところが、まあ安定だったりだとか渡しやすくなったりだとか、あとはそれプラス足の力とか腕の力とか背筋の力だとか腹筋の力だとか、まあ肉体的な部分のその他の頭の中だけじゃなくて、それもプラスして渡せば、それはそれで効果があるんです。で話をまあもう少し戻しますと、まあその岡崎慎司選手を見た時に寝不足状態であったと。で報道ステーションに出てる元サッカー日本代表だった内田篤人選手、元選手ですかね、内田篤人、彼も寝不足になったりしてるんですよ。で、自分がその何かその辺のことについてコメントをすることによって、コンピューターエシオンっていうものが人間の音声を拾ってますから、まあ、映像も普通の地点のところは基本的には映像は撮影されています。で、まあ、その大量の情報に関しては、大きな事件に関してはそれは映像化で、その時間どうなってるかっていうところ、映像が出てきたりとかするんですけども、だからそのエッションというシステムと法律を判断する、コンピューター等々によって、喋ってる内容等によってその人がどうなるかわからない部分がありますんで、まあ、他のスポーツの勝ち負け
とかその辺のことはできるだけ言わない方がいいと思います。まあ巻き込まれるような形ですね。まあその辺のところでも、ニュースに関して自動で見ていて頭の中とかが行ってしまう部分に関してはもうしょうがないなと僕は思ってるんですけども、まあ昔もともと本当は野球界も海外とか行ってなかったんですよ。日本人選手、サッカー選手も全然ほぼほぼ全員です。だからその時間帯にそのもともとは多分親族の人が頭の中渡したりとかして勝たせてあげたりとかだったと思うんですけど、本人の努力を、プラスアルファすると。だから、ただし、まあ、それが長けてる人とそうじゃない人がいますから、まあ、あんまりその地球の裏側の時間軸の人たちとはできるだけ関わらないようにした方がいいと思います。まあこれはまあ僕の今までの経験談の、アドバイスということで、まあ受け止めて いただいた方がいいんじゃないかなと思います。どうしても勝ち負けに取り組みたいっていうんだったら取り組んでもらったらいいですよ。わかりました、そういうことなら世界戦援護しますとか、自分もその得点になりますだとか、もうそういう志願者の方は大いに大歓迎なんですけども、まあ、能登半島の人たちも石川県の人たちも、まあまあ、全員じゃなかったにしてもう、一部の人たちは、喜んでくれたでしょうし、まあ、なかなかね、野球でもサッカー日本代表の試合でも視聴率が例えば 40% 超えたらすごい方ですから、だからまあ街中とかでこう噂になるというか、日本的に全国的にニュースで放送されたりとか、それぐらいのところまで来たらもう十二分に、役目を果たしてると思ってもらったら、いいんじゃないかなと思います。まあまだまだ年齢若い方ですんで、まあ、まだまだこれから先があると思いますが、まあ昔もまあ横綱の方でモンゴルとか昔は海外の方とか多かったわけじゃないですか。で、まあ日本人力士の方でそちら側について、横綱に挑むっていうような形で、まあ何回か、まあ勝ったりした経験とかあるんですけども、まあ、もしかしたらその辺のところ、勝ちに行くみたいな形でテレビの画面を見ながら、まあ、参加するような形になるかもしれません。頭の中の供給とか意図的に行ってですね。まあその時は勝てたら、まあ、よかったということで、話はまあだいぶ長くなりましたけども、今回のメッセージは、以上とさせていただきます。まあ今まで相撲界の方たちで、もう随分いろんな人たちとも関わってきたんですけども、まあ、もう忘れてしまいましたね。記録とかやっぱりつけてなかったら、もうこれはオリンピックとかでも何でも同じです。時間の経過とともに映像を見て思い出したりする方なので、もう数がもう多すぎるんですよ。国内戦と国際戦で年間多分、数千試合関わってるでしょうから、例えば大谷翔平選手のドジャースの試合もそうですし、オールスターもちょっと関わったんですよ。で彼初めて、オールスターでホームランを打ったりだとか、その大谷翔平選手だけじゃなくて大谷翔平選手の所属しているリーグの人たち先に、ヒットだとかフォアボールとかで、ランナー1、2塁っていう形作って、もうそうなったらノーアウトだったらもうピッチャー大谷翔平選手と勝負しなきゃならない。それも勝負の仕方がほぼほぼストライクゾーンにボールを投げ込まなきゃならないっていう状況が作られていて、ピッチャーとしては本当はボールゾーンのボールを振ってほしいんですよ。なかなかバットが届かないですから。だからその辺のところで、打てるような環境をあらかじめ作っておくだとか、打ちやすい環境を少しでも確率を上げるために、まあそういうふうなところとかでもまあ対応したりだとか、今年もパリオリンピックもきつく
かったですね。もう政治家の人でもだいぶ巻き込まれたみたいですね。僕の方もだいぶあれこれ言って、明け方の5時ぐらいまでもう寝させてもらえないんですよ。あともう春山整骨院の方が車のドアバッタン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 、もう朝の9時前ぐらいからするでしょ。もう持たない体本当に。まあまあちょうどパリオリンピック終わってから優勝できたっていうのをなんとなくうなずけるんですよ。でそれね、プロ野球界の勝ち負けに取り組んでるからこそっていう部分はあると思うんですよ。もう大体の日は僕もその一日プロ野球の試合が終わるまで遊んでなかったりとかしてるんですよ。まず笑わない。笑ってる時って絶対気抜けてるじゃないですか。だからほぼほぼ、あと精神的にもこう感情涙出さない、冷静、物事をこうしっかりと見通せる状態。だからそういった部分とかも頭がいってるっていうことは選手にそういった部分も、影響出てると思いますので、まあそういうところですね。以上です。まあ話だいぶ長くなりましたけども、長いご視聴ありがとうございました。まあ相撲界の先にも親方になられた方とかで、何か僕に関することとかで何か話とか何かエピソードあったら、まあメモしていただいたりとか、パソコンの中に記録しておいていただいたりだとか、まあそういうふうなことをしておいていただけたら嬉しいなと思います。もし僕は世に出ることがあったとして、まあ、スポーツ界だけじゃなくて、まあ、政治業界とかもそうですけども、どういうふうに関わってきただとか、で、まあ、経済界もそうですけども、漫画、アニメ、ゲームとか音楽とかも、僕はまあ、いろいろ関わってきた部分があります。その話が全て公になったときに、世界中に大きな影響を与えるでしょうし、その人間がエネルギーの残存問題を中心に、みんなできるだけ電車パス等法を利用しましょうということを呼びかければ、車を所有される方は減って、エネルギーの消費量を少しでも抑え込めるんじゃないかと、まあ、こういうふうな見通しがあります。まあ、能登半島に関しても、まあ、秋田県は昔から採掘してます、世に公表している通り。で、何か石油やメタンハイドレートなど、ガス等を含めて、採掘しているものがあったのかどうかとか、まあ、それも地震の大きな要因の一つには世界中でなってるはずですから。あとはまあ河川の底の整備ですね。その辺のところとか、地面の底の空洞化なんですよね。年間200億トン分ぐらい、石油とガスと、金属類と石炭、まあ、ウラン鉱含めてです、原発のもとの。これらで、あと金属類の採掘に関しては、一緒に岩石がくっついてきますから、それだけで、ね、年間200億トン分ぐらいの空洞が出来上がってるんですよ。それはもう世界中でこれは地震発生するなと。これはホームページ、淡井圭介の履歴の97番を見てもらったら、動画で、多分国連の人たちが作った動画だと思うんですけども、世界中で、発生している地震の映像が見れます。その何年何月どこで、マグニチュードいくつって、あと音付きなんで、大きな音が聞こえてきたら、それだけマグニチュードは大きな、地震が発生してる。で、震源地が深さどれぐらいだとか、まあ、そういうような、データがこうずっとこう流れてる、そういう動画があります。まあ、そういうのは一回全員見ておいた方がいいですね。だからまあ、エネルギーの消費を抑え込むことによって、まあ、地震の発生を減らせると私は考えています。まあ、他にもいろいろありますけども、まあ、いろんな意味で、能登半島の人たちだとか、すべての真実を知ったときに、できるだけ皆さんが悔しい思いをしないように。まあ、もともと僕は阪神・淡路大震災の被災者ですから、神戸市兵庫生まれで、浜川だったんですよ。ちょうど中心地です、震源地の。まあ、その元々の実態は港川という河川の底が、コンクリートが抜けていて、何十年間も水がそこに抜けっぱなしになっていて、多分地下で空洞化が広がっていて、で、一斉崩落で、プラス、液状化の
原因も、例えば上の層が砂とか土で、間に岩盤層があって、その下にもう一度砂とか土の層があったときに、その下のところへ水が溜まっていたら、そこはもう液状化されているわけじゃないですか。だから揺れやすくなる、震度が。だから、そういうふうな部分とかもありますので、まあ、いろいろと僕のホームページとか見ていただいて、まあ、どこから見たらいいか分からなくなるとは思いますけども、まあ、地震関係とかのところですね、あとは防災だとか、そういうところに、まあ、いろんな統計とか、アクセスできるようにしたりだとか、まあ、自分の試験だとか、自分で撮影しに行った河川の水の量がどの地点でどれぐらいになってるだとか、まあ、そういうことを述べてますので、まあ、よかったら皆さん見ていただけたら、まあ、僕の言ってることがご理解していただけるかなと思います。まあ、そういうことで、災害大国ではなく防災大国に、していきたいなと思っています。まあ、こういうふうな意気込みで生きてる人間ですから、まあ、本里関への頭への供給っていうのは、まあ、僕はいいなと思ってます。ただ、これはずっと続く。持たない。絶対持たない。そんな人生。自分の能力は低下します。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。まあまあ、これからもまあいろいろあるかと思いますけども、まあ、親方の方たちとかね、淡井圭介のことをご存知の方たち、まあ何かあったら、いろいろこうメモしておいていただけたらなと思います。以上です。